トゥンクムハンマド・ダウドブルエは、インドネシアのウラマー、軍人及び、アチェ州の独立を目指した、アチェイスラム共和国の指導者。日本語資料によっては、ダウドブレーの表記も見られる。20世紀初頭、オランダ領東、インドでは、現地民の生活改善及び、オランダ製品の購買力向上を目的とした、倫理政策が導入され、現地民の教育水準向上の役割が、 マドラサに求められた。こうした中、ダウド・ブルエは1939年5月5日に、全アチウラマード名を設立し、議長に就任。それまでの宗教教育と普通教育の統合を目指し、オランダ領東インド全域に組織が拡大した結果、プサはオランダに対する独立運動を展開するようになった。1942年、日本軍の侵攻の際に、 会期間のマスブチ左平と会談し、日本軍への協力を約束した。軍政当初は、オランダ統治時代に植民地管理として、徴用されていたウレーバランに、主導権を握られていたが、司法制度改革を経て、ウレーバランの影響力を排除し、1945年1月20日に、アチェ州海協工は協力会の宗教部長に任命され、独立準備調査会。 独立準備委員会のアチェ州代表委員の一人に選ばれた。また、7月3日にはマスブチ機関の機関員となり、諜報活動に従事した。1945年12月4日、武装解除した日本軍の武器を奪取したプサと、ウレーバランの間で衝突が発生し、ダウドブルエはこれを契機にピリの実験を掌握した。翌1946年1月13日に、 衝突が集結し、ピリノ・ウレイバランの大半が処刑された。1947年、アチェの武装勢力とインドネシア国軍の仲介役としての役割を期待され、少々に任官し、アチェ、ランカット、ナカロの軍政知事に任命された。翌1948年には、アチェ州知事に選出され、同時にスマトラ大従師団司令官に任命された。同年、 インドネシア独立戦争で劣勢となっていたスカルノがアチェに避難した際に面会し協力する見返りとしてアチェをシャリーアに基づく自治州にするように要請した。1949年12月17日インドネシア独立に伴いアチェ州が設置されるが1950年8月に廃止され北スマトラ州に編入されてしまう。インドネシアへの反発が強まる中 ダウド・ブルエは1952年に州知事を解任され、ジャカルタに移動となるが、アッチェからの隔離が目的だと知ると、アッチェに戻り、インドネシアへの反乱を計画する。1953年9月21日、インドネシアからの独立を目指していた、ダルルイスラム運動の掲げる、インドネシアイスラム国への参加を表明し、ハサン・サレーラ国軍将校と共に、武力闘争を開始する。 ダルルイスラム運動が劣勢になった1955年9月21日には、インドネシアイスラム国アチェ構成国の設立を宣言した。スカルノ政権は、反乱を沈めるため、1956年にアチェ州を復活させ、1958年には、ハサンサレーと和平を結び、アチェに高度の自治を認める特別自治州を設置した。しかし、ダウドブルエは、 抵抗を続け、1960年にダルル、イスラム運動から分離し、インドネシア統一共和国政府に加わるが、1961年に、スカルノ政権によって、インドネシア統一共和国政府が鎮圧されたため、アチェイスラム共和国として、再び独立を宣言した。1962年5月6日、スカルノ政権からシャリアに基づくアチェの自治及び、 自身の反乱を不問とする現地を得たことを受け、アチェイスラム共和国を解散し国軍に投降した。ダウドブルエは、その後、アチェへの影響力を危険視したインドネシア政府により、1973年に、客人として、ジャカルタに移送された。スハルト政権成立後、アチェの自治権は、次第に制限され、シャリアに基づく統治も禁止された。また、アチェからされる、 天然資源の利益をインドネシア政府が独占したため、インドネシアへの反発が強まった。こうした中、かつてインドネシアイスラム国の国連大使兼アメリカ大使だったハッサン・ディティロが1976年12月4日に自由アチェ運動を組織し、再びアチェの独立運動を開始した。ハッサンはダルルイスラム運動の掲げたイスラム社会の実現から、 民族独立へと主張を変えたが、ダウドブルへは、アチェが独立すれば、イスラム社会を実現できるとして自由アチェ運動を支持した。1977年、自由アチェ運動に協力していたことが発覚し、逮捕され、以降は、アチェとの接触を禁止され、自宅に軟禁された。1982年に、自宅軟禁を解かれ、アチェへの帰郷が認められるが、間もなく、病気にかかり、 1987年にジャカルタで死去した。ありがとうございます。